オバホの個性って性能おかしくね？に対するみんなの反応集。ではどうぞ。時間をかければ日本全土ぶっ壊して丸ごと作り変えることもできるんだよな。前から言われてたけどラスボスハレルキーと個性自体出力青天井に上げれるならそんなもんじゃないかと思わんでもない。劣化品より強いはずだからもっと早く壊せるはず。オール・フォー・ワンたちでも手に負えないレベル。死柄木ですらあれなんだから、同じように個性を覚醒させてたら神を名乗るラスボスとかそんなんやれてた。だからオール・フォー・ワンも選ばなかったのかも。ドクターの改造手術を受ける前から超一つぶっ壊してたし出力の伸び台がでかすぎる。死柄木の個性って再構築の部分を消したから分解のスキル3が急激に伸びたって感じなのかね。オバホも時間かければここまでいけるかも。ただ、オバホにプルスケイオスするだけの気合があるかは疑問。死柄木と違って一応よりどころがあるし、いっそ親父をなくしたらなんかの拍子でタガが外れるか。でも、すでに腕なくしただけで発狂してる弱メンタルだから、親父死んだら廃人になりそう、思ったけど壊して再構築を自分にも応用できるってことは突き詰めればこれと同じことできるってわけ？電波崩壊が初期性能らしいけどオバホの分解とはやっぱ性能自体も改造されてんのかね。オバホの分解は破裂崩壊はバラバラに崩して巻き込むやし。本編オバホは街に根を張ってるヤクザだから個性で分解するのも人やトラックみたいな小規模なものが多かったし、テロリストじゃないからそれで十分だろうしね。より広範囲の分解と再構築を目指していればもっと上に行けたのかも。オール・フォー・ワンも破壊だけならできそうじゃない？オールマイト級かそれ以上のパワー身につけられれば、まあ極めればそうなんだが、オリジナルとはいえ極められるかは別問題だと思うけどね。死柄木と違って手で触るっていう発動条件超越できてないから今のようなわけだし。最終的に事務所周囲の土地と建物とかを取り込んででっかくなってたし、もともと範囲も広いんだろうね。極められないのはプロットがアドなだけだしな。仮に極めたらヤバいのは明らかだよ。人や物を分解して自分にガッチャンコできるから下手すると日本の国土と国民を丸ごと取り込めるのか。まあ地崎が個性極めたらオール・フォー・ワンもかすむし、オールマイトじゃなきゃ無理ゲーになるからしゃあない。死柄木が実質の無完成体のマスターピースになってるってのもあると思う。トガやお茶子を見た限り人としての許容限界超えると負担すごそうだし。改造は個性の容量とパワー強化だけじゃね。崩壊の個性は元から強かっただけ。仮にこのレベルの出力だと反動があるならオバホはセルフ再生できるから問題なし。個性の性質とパワーの出力は別だから無理なんじゃねえかな。オバホが超レベルの出力は出せないと思う。全部できるから上位なだけで、特化した分破壊に関しては上回ってるもありえるよ。というかよく言われてるけどマスターピースへの改造とかも一瞬で終わるのがでかすぎる。でも劣化品で出る出力ならオリジナルは出せるでしょ。オバホは分解50、再構築50、死柄木は分解200、こんな感じだと思う。死柄木が分解しかできないからやれること自体はオバホの劣化だけど出力はその分大きく上回ってる感じ。医学知識や科学知識があるのもでかいよね。全面戦争でハイエンドがちゃんと目覚めなかったのを遠隔で修復してしまう可能性まである。最終形態であのまま地上にいたら似たようなことはできたかも。その分解50だけを劣化コピー技術で移植しただけじゃ破滅にのみ突き進む云々なので、ソアってのはやれることが少ないっていう意味だと思う。死柄木はその崩壊の個性だけ伸ばしてきたのが今なので、個性は筋肉と同じく使えば使うほど登るからね。同じ筋肉持ってますよって言っても破壊にだけリソース割いて伸ばしてきた死柄木の方が出力高いってのは十分考えられるんじゃね。ひたすらに破壊しかできないように人助けに使えないように制御弁をぶっ壊した悪意の劣化だろ。そういう風に鍛え続ければオバホでもできる可能性はあるって方が自然なんちゃう。よほどのアホしかやらんしできないだろうけど、だからそういう風にしか鍛えられないようにして人為的によほどのアホを作って渡しますね。オール・フォー・ワンはケンコが賢かったらどうしたんや。リソースさえ割けばオバホにもこれくらいのことができた。そんな極端なリソース割くわけないので、そこまで到達することはなかった。なので他の可能性をぶっ潰して無理やりリソースを一元化させた信楽町が完成した。こんな感じかと。常に両手の間で空気を分解再構築し続けてたらめっちゃ個性の出力が上がったりするのかな。オバホは子供の頃から異常な鍛錬をしてあのレベルだからね。信楽は個性が発現した時点ですでに伝播する崩壊を身につけてたけど、それを封じてただけだし、その辺は個性強化合宿と同じかと。ある程度それで個性は強くなるけど、それで青天井に強くなるとは限らない。オーバーホールはミリオが再構築ってレベルじゃないっていうぐらいに再構築の方を伸ばしてたからな。極端な潔癖症だからいろんなものを触ることに抵抗があったことも、破壊が信楽ほど伸びてない一因になってそう。だから子供の時から親を消して学習機会を奪って愚鈍にした。勉強云々より思考力と周囲を見る力がなくね。むしろ触ると壊すから触らないように無意識の潔癖症なのでは。そうでないなら即死分解なんてできないし、融合なんてした時点で気絶する。機械を奪われて、周囲は全部オール・フォー・ワンの仕込みで。どうやって。オバホがただの野心あるヤクザでよかったな。行動の制限はないのに。全盛期オールマイトなら勝てるかもしれないから。信楽は覚醒肉体改造で出力も容量もアップさせてるってのも上限突破してる感じする。信楽と違って破壊のオンオフはコントロールできてるし、個人的には破壊するから触らないんじゃなくて潔癖症だから触らないんだと思う。マグネにしたように指一本触れるだけで一瞬で分解できちゃうのが強すぎて、メタ的な制限としての潔癖症の設定にしたんじゃない。再構築までするとなると頭の処理能力足りねえんじゃねえかな。勝手に伝播する崩壊とは違うんだから、再構築するものを一様に土の塊に再構築するとかならできるとは思うが、まあクリエイトだって知識ないと扱えないらしいしな。オバホは分解の時点で再構成の構造を全部構築しとかないといけないから、出力伸ばせば制御も難しくなるとは思う。そもそも人体を血管神経きちんとつなげて再構成って設計図をきちんと脳内に描けるのがマジでやべえ。オバホの評価が爆上がりするのなんなの。インターン編の時から医療方面に進めばチートと言われてたからね。今回ので破壊の権限になってれば日本崩壊ができる可能性も生えてきた。オバホは個性強すぎてオール・フォー・ワンがどうしてコピーしなかったんだってなるレベル。オバホはもう神のような存在だと思っていいか。蓄積が必要で出力も不安定なエリちゃんよりインスタントに破壊と再生ができるオバホの方がヤバい。まあドクターの改造手術なしでそんなに出力上げたら間違いなく死ぬけどね。だって膨大な知識とそれを瞬時かつ正確に脳内で構築する能力が必要。マジモンの天才じゃなきゃ無理。これ改造の過程さえ分かればオバホは自分で施せるんだ。無理でも自分を修復しながら壊せば十分なんだ。できることよりできないことを上げた方が早い個性。ホークスの振動から言葉を推定する技能やナガンの狙撃スキルと同じで、一つの個性に合わせた鍛錬異常なまでの人間性能の伸びがあって成立する系のやつ。半ば皮肉で神編呼ばわりされていたの知っていたけど、マジで神個性やったな。オール・フォー・ワンは人体や物質の知識は普通だから使いこなせないんじゃないかな。ドクターワンチャンあるけど戦いでは活かせないだろうし、信楽は記憶力だけはあるけど知識も頭の良さもないし、オール・フォー・ワンは本気で鍛錬すれば使いこなせるスペックはありそうだけど、今までの言動からアホって個性を伸ばそうって意識がなさそうだからオール・フォー・ワンからするとすごい強くても習得に努力いるから、その努力面倒だから放棄していたってことなんかな。万が一個性伸ばして敵対したらどうする気だったのか。オール・フォー・ワンでもやべえだろ。当時昔から異常に強い個性として話題にはなったが、今回のこれを考慮すると、単一個性でオーバーホールより上は新秩序くらいじゃないの。ただ殺すだけなら他の個性で可能だし、人体改造ならドクターいるしで微妙に努力しがいがないのがね。一撃必殺なら触れなくても可能な空間ひねる個性もあるし。個性伸ばしたオバホに勝てそうなのって全盛期オールマイトくらい？あとギリスターとオール・フォー・ワン。殺していいならヒーロー側で殺せる奴は多いとは思うよ。エンデバーの攻撃を防ぐ手段ないし、そんじょそこらの素材で作った防壁なら軽く焼き切れる。再構築に知識がいるように分解にも対象に応じた知識が必要とかあるのだろうか。オバホだとコンクリートは連鎖破壊できてもその上に立つ人間には伝播しないとかあれば区別化はできる。分解の知識ってなんだ？解剖学？機械や肉体の一部だけを分解とかは相応の知識は必要だと思うけど、単純に破壊するだけなら知識も訓練も必要ないと思う。分解の方は幼稚園も行ってないし、ガラキが使えるんだから知識いらないでしょ。鋼の錬金術師は再構築はもちろん分解もいろいろ認知と分析必要だったな。そう考えるとオバホの個性はスカーの能力を簡易的で迅速に大規模でできるんだな。今更だが、再構築にこれくらい知識が必要って出てたっけ？オバホの制度で使うには必要だろう。オバホって本体性能上がらないし、地味にずっとミリオが特攻かもしれん。少なくとも今日はむしろ指触れたらオートで分解が発動するレベルだったので、分解自体には本人の知識だのなんだのは必要ないだろう。オバホの場合は分解した後は再構築もしないといけないから、分解自体もちゃんといろいろ考えて丁寧に分解しないといけないだろうな。綺麗に分解して綺麗に再構築するのがオバホなんでもいいから、ぶっ壊れればそれで OK なのが死柄木。さすがに4本腕の時に最初はガリガリ言ってたからミスしたっぽくて、そうなると個性が自動で神経や血管完璧に配置してくれるというより、オバホが分解時に設計しとることにならないか。もともとコンクリでトゲは痩せる個性。別にオバホは全てを破壊するみたいな衝動ないしな。ただ裏社会を牛耳りたいだけやもんな。オバホは繊細メンタルマンだから全て見通せる地平線にしてやんよみたいな破壊衝動は抱かないかもね。むしろ願望的には病気を治したい、個性をなくしたい。だから修復や再構築の方が向いてそう。個性の割には細やかな夢だよ。オバホって知能面でも次のドクターワンチャンあるくらいのスペックか？マジで小ボスの器じゃないな。結局、方向性に関わらず出力上限次第でいくらでもおかしくなれるからな。単なる増強でも出力無限大ならオールマイトすら余裕でワンパンマンできるたられば理論よ。多分だが、劣化させたといっても2つで1つの要素を無理やりひっぺがして誇張するような改造した時点で完全介護官関係ではない。本来繊細な調整が可能な分だけ知識や制御が必要ってのがオーバーホールの特徴と思われるが、崩壊は破壊のエッセンスだけ抽出して何でもかんでも伝播して粉々にするという安全弁ガバガバ暴走列車状態にしたものだから、無尽蔵の破壊力一点に限れば収む気が極めたとしても死柄木のような破壊力を引き出すのは無理だと思うぞ。破壊でない再生の方にしても、結局セメントスの介護官みたいな能力に止まってるのを見るに結構制御難しくて、極めること自体が相当困難だろうと思う。オバホが世に出る頃にはオールマイトってオール・フォー・ワンに腹開けられて弱体化してるような。ドクターなら多少訓練すれば従前に使えそうだが、廃人になりかねないしな。さすがにドクターの頭脳を台無しにするわけにはいかないし、元の個性を奪ってキャパして開けようにも漏水しかねない。他の医療技術を持ってるやつにやらせようにも範囲を持たれてたら治療のふりして殺されかねないから、使おうにも使えなかったのかも。それに死柄木の肉体を器にする計画がすでにある以上、本体の肉体はもはやそこまで重要じゃなくなったんだろうね。オール4はアマイトに迫る核だと分かった今なら覚醒なり治療なりして伝播する修復でみんなを救う可能性も出てきた気がす親父の掲げる組の姿に初めて従いヴィランもどきからヒーローになる。オバホの知識あるなし問題はあったからこそ組長にエリちゃんの身体検査頼まれたし、だからこそ切り刻んで個性消失玉なんてもん完成させたんだと思うよ。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。